リトルビッグタウンはアメリカ合衆国のカントリーミュージックボーカルグループ。1998年、カレン・フェアチャイルド、キンバリー・シュラップマン、ジミー・ウェストブルック、フィリップ・スウィートの4名で結成された。カルテット形式で4パートに分かれてハーモニーを形成し、4人が交互にリードシンガーを担当する。ウェストブルックとスウィートはリズムギターも演奏する。 マーキュリーナッシュビルレコードとレコーディング契約を結んだが、シングルもアルバムも発表されず、2002年、モニュメントレコードからセルフタイトルアルバム、リトルビッグタウンを発表した。このアルバムから2枚のシングルが発表されたが、あまりヒットせずにレーベルを離れた。2005年頃、クリントブラック所有のレーベルであるエクイティミュージックグループと契約し、同年、彼らにとって2枚目のアルバム、 ザ・ロード・ツー・ヒアを発表した。このアルバムからのシングル、ブーン・ドックス、ブリング・イット・オンホームは、カントリーチャートで10位以内に入り、プラチナ認定された。2007年、3枚目のアルバム、エイプレイス・ツー・ラントが発表され、このアルバムからの最初のシングル、アイ・アイム・ウィズ・ザ・バンドは、カントリーチャートで40位以内に入った。その後まもなく、エ p プレイス・ツー・ラントの権利と共にキャピトルレコード、 ナッシュビルに移籍し、シングル、ファインライン、グッドロードウィリングを発表した。2010年、アルバム、ザ・リーズン・ホワイトが発表され、このアルバムからのシングル、リトル・ホワイト・チャーチは10位以内に入り、2012年のアルバム、トルネードからのシングル、ポン・ツームで、初めて第1位となった。これまで、ビルボード誌のカントリーチャートで14曲がランクインしている。 これにはダウンロードのみのクリスマスの曲や2008年にシュガーランドとジェイク・オーウェンと共演したドリームアカデミーのライフイン、エーノーザン・タウンのカバー曲も含まれている。1990年代中期、カレンはクリスチャンボーカルグループのトゥルースでリードシンガーとして活動していた。またポイント・オブ・グレースのリー・カッピリノとのデュオであるカレン・リーでも活動しており、シングル、セーブ・イット・フォー。 エイレイニーレ0とディスラブハズを発表した。1987年、アラバマ州のサムフォード大学に在学中、キンバリー・ローズとカレン・フェアチャイルドが出会った。その後、二人はテネシー州ナッシュビルに転居し、共に音楽活動を始めた。1998年、フェアチャイルドの当時の夫の友人、ジミ・ウェストブルックが彼女たちの活動に参加した。 三人はトリオとして活動を始め、後にカントリーポップグループのラスカル・フラッツを結成することとなるゲリー・ラボックス、ジョンダン・ルーニーと演奏していた。1999年頃、フィリップ・スウィートが4人目のメンバーとして参加し、グループにリトル・ビッグ・タウンという名が付けられた。2006年5月31日、カレン・フェア・チャイルドとジミ・ウエストブルックが結婚したが、2ヶ月間、 公表されなかった。2010年3月5日、ナッシュビルで息子、イライザ・ディラン・ウエストブルックを設けた。2006年11月28日、キンバリー・ローズとスティーブン・シュラップマンが結婚し、2007年7月27日、娘デイジ・パール・シュラップマンを設けた。現在キンバリーは、夫のシュラップマンの姓を名乗っている。これ以前にキンバリーは、 バンドの弁護士であったスティーブン・ローズと結婚していたが、2005年に、ローズは、心臓発作で亡くなっている。2007年3月30日、フィリップ・スウィートと自衛のスタイリストである、レベッカ・アーサーが結婚した。2007年12月27日、ナッシュビルのバプティスト病院で娘、ペネロピ・ジェーン・スウィートが生まれた。4パートの音声ハーモニーで構成されている。 他の多くのボーカルグループと違い、特定のリードシンガーを設けていない。しかし曲によって4人のうち誰かがシードシンガーを務めたり、ブーンドックスやライフイン、A、ノーザンタウンのように4人の組み合わせを変えたりしている。ありがとうございます。